バテにやるような牛刀包丁に全てを解体していきます。頭を落とす際は中骨と中骨の間の関節の部分にぴったりと包丁を当てると頭を簡単に落とすことができるんですね。はい、そしてこの調節とかこの部分ですね、ここはこっちのブラザーを当てる。